子供と作ったコースターにしたら面白いかもしれないですね。これは、はい、スーミーファクトリーです。今日は水性ペンを使ってにじみ絵でちょっと遊んでみたいと思います。早速やってみましょう。はい、まず今日用意するものはこちらです。コーヒーフィルターとキッチンペーパーを使った実験をやってみようです。用意するものはキッチンペーパー。コーヒーフィルター。あとはサインペンです。水性サインペンです。あとこちらあればなんですけど、霧吹きを用意していただきたいです。今回私は用意することができなかったので、カップに水を入れ、ティッシュを水に浸したものを使っています。作っていきます。はい、まずコーヒーフィルターなんですが、つなぎ目の部分をハサミで切断しといてください。切断して開いたものだけを使います。こういう風になっているので、これをキッチンペーパーの上に敷いて、引いた状態で押さえつけます。この上に好きな絵を描いていきます。今回はあまり絵が得意ではない方なので、魚の絵を描いていこうかなと思います。青と水色と使ってちょっと描いていきたいと思います。まず赤で薄いんですけど、何を描いていこうかなと思います。心がないので描くのが難しい。さあ、ではこちらに水を垂らしていきたいと思います。これで一応完成しました。びちょびちょになっちゃうので、適当にわーっとかけていく程度で大丈夫だと思います。様子を見ながら。もうこの時点でちょっと楽しいにじみ絵の完成になってますよね、ほぼ。さあ、これをつけたままにしていきます。よし、したらですね、これを
かを使って障子紙で行うと思うんですけど、剥がしてみるとこんな感じです。ちょっと綺麗な模様になっているんですが、またさらにちょっと向きを変えて水を垂らしていくと、また変わった模様の綺麗なグラデーションができる。乾かして壁面にしたりするのも面白いですね。お家に飾っておくのも、まあこんな感じでいいですかね。今日の右に絵なんですけども、水性ペンとコーヒーフィルター、キッチンペーパーがあれば、水があれば、簡単にできるものなので、ぜひお子さんとやってみてください。きっと楽しい、面白いにじみ絵ができると思います。はい、以上、スーミンファクトリーでした。バイバーイ。